こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？私は元気にしております。さてさて、投資本の執筆ですが、現在フォワード的投資を書いております。今回は2つ目の投資を書きたいと思います。それはこれです。はい、成長株投資です。はい、そうですね。僕8倍っていう言葉を使ってたかな。8倍。使ってる。じゃあそれを引用しよう。はい。
まあ、こんなもんですかね。はい。書きました。はい。成長株投資。私が一番儲けた手法です。それを書いておきましょうか。はい。こんなもんです。ここまで書きました。はい。では、次回は3つ目、最後のフォワード的投資について、まあ、基本的な概要について話したいと思います。それでは、今回は、の配信は以上となります。また、次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。